はい、どうも、タクタクです。さあ、X の覚醒3の EX バステト戦行きたいと思います。まあ、ここはですね、注意すべきは、まあ、引き続き、つくよみ、イザナギ、で、ロイゼ。これ別にロイゼじゃなくても、闇か光のタイプであれば、割と何でもいいと思います。まあ、よっぽどのことがなければね。おすすめはロイゼかアーサーっていうところあるんですけど、あとは、フレンドであれば、ルシファーとかね、がいいかなと思いますけど、まあ、ビットンを効率よく壊そうというところですね。はい。というわけでビットンを壊していこう。なぜビットンを壊すか。これですね。ヒーリングボールを出す。というところが2点がありますね。とはいえ、ここのヒーリングボールを出すビットンを壊すのは非常に難しいので、あえて壊さず、できれば2ターン目はダメージということを、まあ、壊せればラッキーぐらいかな。壊しにくいんですよ。ワープも出るしね、この編成だと。で、ターン以内に壊せないと逃げていっちゃうっていう、そういう感じです。まあ、最悪壊せなくてもいいんだけどね。そんなにダメージをまだ受けないんで。で、耐久しながら、できる限りストライクショットのターン数は稼げればいいのかなというとこではありますかね。もうなんせこの後すぐに、ボス戦が始まってしまうので、できればストライクショットを稼げるだけ稼ぎたいかなという、一層目に関してはね、とこでやります。ただ、まあ、全体通してヒーリングウォールを出してくるステージなんで、まあ、それはちょっと注意したいかなというのはありますけどね。ビットンをまずは壊す。そして、ダメージを与えるという感じですね。で、もう今、ヒーリングウォールが乗ったんで、バスルを倒しに行きたいと思います。はい、突破。ここからですね、本番はね。ビットンを壊したい。できる限りビットンを先に壊したい。ヒーリングウォールがねえからね。まあ、回復量はね、正直大したことはない。大したことはないんだけど、でも、ないよりあった方がいいっていう、その程度のクオリティではある。で、一旦の方は最後壊せないかもしれないから、できる限り、壊せる方を優先して。あ、OK、壊した。両方壊せましたね。で、これで回復しながら、あとはターンを進めていく。いいですね。できるだけ回復できるよ。触れられないんだよね。でもワープがついてるのかね。アンチワープがついてる。できる限りこう回復が絡めてきた。ワープできるのはロイゼと、この編成だとね。ロイゼと、作られたけど。ここは E2 バステトにも攻撃がない。まあ基本的にね、バステトに攻撃を与えていけばいいかな。一番攻撃がえぐいのがバステトだからね。で、いとしみ。で、少しずつ回復にいとしみな。ただ、あと4ターン以内に倒さんと、ちょっと白爆発が来るんでね。白爆発が来るんで、それだけはちょっと注意して。一回それでやられたことがある。んで、左上の白爆発前まではなんとかね、倒していきたい。白爆発前まではなんとか倒していきましょう。何いや、声がちっちゃくてちょっと聞こえなかったけど、嫌いにゃちょっとね、ツンデレ好きにはたまらないかもしれない。はい、ここもビットンをできれば壊していきたいんだけど、ビットンを、はい、壊す。で、無理にビットンを壊そうとしても壊せないときは、友情を絡んだ方が、バスケを先に壊した方が、いわゆる。でもビットンね、無理に壊そうとしても、本当に壊せないときは多々あるんで、ただ、つくよみが神キラーだということを忘れなくて、一番ダメージが与えられるのは、つくよみ自身が与えられる可能性があります。あと、困ったときにストライクショットのね、フライミートゥーザムーンがキラーの乗ったストライクショットなんでなかなか美味しいというのがありますね。とはいつもこう配球していくということですね。まあ、ザコはそんなに気にする必要はないですね。ザコはそんなに気にする必要なく、バストンしていった方が、ザコからの攻撃よりもバステトの攻撃の方がでかいんで、バステトをまず突破していった方がいい。まあ、それからね、ヒーリングオールで回復するという点もありますけど、まあ、消えましたけどね。まあ、消えたけど。消えたけど。そういう点もあります。ここは最難関。まあ、今のところバステトに全力攻撃というのが一番手っ取り早いかもしれない。はい。で、ストライクショット打てるんだけど、まあ、そんな慌てることなく、まずはね、ビッと。ここも9ターンまで猶予がありますので、バスケットの核爆発で。核爆発はまあ食らったら大体即死なんですけど、9ターン以内に倒したいというところはあるね。耐久できんのかな、この核爆発。大したことないけど。で、ロイデに関してはもうストライクショット5ぐらいしか打つからね。もうこれ以上耐久する必要ないから。はい。で、弱点がここはつくよみのいいところに、あ、来ましたね。しかもこれ友情を出して作ってないから。えい。ストライクショット、闇を照らす光。で、あとはまあイザナギのね、イザナギのストライクショット打てない。これで打っちゃうと、ワープした先の方向で打っちゃう可能性があるので、これは打てないです。打てないので、まあ、適当に打って、でも、あれだね、2回目のイザナギはストライクショットから打ってますね、これ。ほんと、アンチワープがないの、これが辛いですね。はい、これで決まったね。決まらない。決まらなかった。スピクリ今回もないのか、これ。大丈夫か。スピクリきついな。で、確定ドロップじゃないから、できる限りスピクリはしたいんだよね。本当はね。本当はしたいんだけど。できるんだよ、多分このメンバーでも。実際したし。したんだけど。したんだけど、ね、ダメでしたね。はい。というわけで、本当はクリアできました。まあでも、運極連れてきてるから、そこはね、なんとか。ほら、ドロップしませんね。確定ドロップじゃないんだ、これ。つらいなぁ。はい、というわけで、バステト X 進化してまいりました。進化しかないみたいですね。アンチウィンドウのゲージアンチダメージウォールということで。まあ、ランダ系がストライクショットもあって、ストライクショットはまあ、ランダ系なんだけど、友情コンボ、今流行りの貫通ロックオン衝撃波6ですよ。ドラえもん。あとは、佐々木小次郎とかね。このなんだ、友情コンボがなかなか強いので、今タスカンも、レベルも上げていませんけど、反射タイプでアンチウィンドのダメージウォールはそうそういないモンスターなので、今後ちょっと期待ですよね。非属性のアンチダメージウォールで言えばどこなんだろうな。あそこですかね。なんだ。風車のロボット系のやつなのかな？どうだったかな？ちょっとはっきりしてませんけど、アンチウィンドウ系も増えてきたからね。うん。アンチウィンドウ今までそのステージに連れてったことがないけど、まあ、そこで試してみるっていうのも一つありですよね。うん。あと何より金髪のバステトが、見れたということがまず、俺の中では一番大きいかもしんない。これすごい、いや、そもそもバステト需要高いからね。何の需要かはわからない。何の需要かはわかりませんけど、俺の中では一人で需要が高いと思ってますから。はい。それでは、今回は、こんな感じです。どんな感じだよ。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録、コメント、評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンをタップ。パソコンの方はクリックしてみてください。タクタクは Twitter もやっております。Twitter のリンクは動画下の三角をタップ。出てきた動画説明欄の Twitter の URL をタップしてみてください。Twitter の検索バーからもタクタクで探せます。Twitter では最新動画の更新情報、ライブのお知らせ、イベントのお知らせやタクタクの謎なつぶやきを楽しむことができます。チャンネル登録とフォローしてくれないとお仕置きだべ。